リカルド・モンタルバンは、メキシコ、メキシコ式シ出身の舞台、映画、テレビ俳優。第二次世界大戦後にハリウッドスターとして活躍した、他、1970年代から1980年代に、かけてのアメリカのテレビドラマ、ファンタジー・アイランドで、主演として、ミスター・ローク役を演じて、お茶の間のスターの座も確保した。また、SF 人気シリーズ、スター・トレックに出演し、 カリスマ的な敵役、カーンを演じて話題になるなど60年以上にわたり活躍した。メキシコのメキシコシティで生まれ、トレオンで育つ。高校時代より兄のカルロス・モンタルバンの勧めもあり、アメリカのカリフォルニア州に移る。その間、英語取得の勉学に励む傍らの家庭で演劇に没頭する。高校卒業後はアマチュアの舞台俳優として公演を続け、 ニューヨークを中心に活躍。次第に注目される存在となるが、母の病のため一時はメキシコに帰国し、活動を続けた。ジェーン・パウエルと共に1941年にメキシコで映画俳優としてプロデビュー。野生的な顔立ちと勝達並みのこなしが評判を呼び、第二次世界大戦後の1947年にはアメリカ映画に招かれ、闘牛の女王で、 ハリウッドデビューも果たした。これが当たり役となって、以後はエキゾチックで個性的な役柄を次々と演じ、第二次世界大戦後のアメリカ映画におけるラテンブームにおいてハリウッドスターとして新境地を開く。当時ハリウッドで流星を誇ったミュージカル映画にも多数出演したほか、1957年、さよならで演じた歌舞伎役者役は日本でも評判となる。 1970年1960年代以降は映画のみならず TV ドラマにも多く顔を出し多数の単発アクション、刑事物ドラマに主演。さらにコンバットシリーズにもゲスト出演した。そして一世を風靡したスタートレックシリーズでは優勢人間、カーンに噴した。しかしこうした単発者では脇役に過ぎず印象が弱いままだったが、 1978年から1984年の間に124のエピソードが放映されたファンタジーアイランドで主人公であるミスターロークを演じ北米でのテレビスターとしての圧倒的な地位を確保することに成功したファンタジーアイランドは熱帯の孤島でゲストを迎えるミスターロークがゲストたちのいろいろな夢を叶えさせるという設定で直前の時間帯に放映された ラブボートとともに当時の北米の人々の夢を叶えさせるドラマとして人気があった。さらにはテレビ CM にもいくつか出演し、特に大手自動車会社のクライスラー社のテレビ CM には各社種の CM や企業 CM を含めて1970年代から1980年代にかけて長年出演を続けた。1990年代以降も 数多くのテレビドラマで活躍したほか、スパイキッズに失われた夢の島などの子供向け映画やコミカルなアドベンチャーものの作品に出演した。2007年に妻を亡くし、その2年後の2009年1月14日にロサンゼルスの自宅で死去した。ありがとうございます。